ニュースポストセブンです。長髪をポニーテールにした髪型が物議を醸している小室圭さん。ミスターサンデーに出演した木村太郎氏は、ニューヨークで流行っている最先端の髪型とコメント。旧皇族の武田家出身の作家武田恒康さんも自身のツイッターで、今ニューヨークではメンズのポニテが流行しているとツイートしました。実際小室さんの髪型は最先端なのでしょうか。ニューヨークで活躍する人気美容師に聞くと、小室さんのようなロングヘアは流行ってはいないですとバッサリ。ただ多民族が暮らすニューヨークではそもそも流行などなく、髪型も服装も個性が強いそうです。ニュースポストセブン。